だから。しかしそれで終わりではない。舞台ダンスを固めたら、今度は舞台裏での動きを確認。衣装を変える場所や時間、どこから出てどこから入るかなど10秒単位で詰めていく。一つのミスがショー全体の成否に直結する。それだけに自然と表情も硬くなる。これも現場でしかできない作業。リハーサルは4日では足りないほどやることが多い。どのタイミングで下がればいい、何秒で戻ればいい、膨大な選択肢の中から正解を選び出す。それが延々と続く。舞台装置を確認したらダンスの見栄えをチェック。見栄えよくするためにはどう動けばいい。観客目線で撮影した映像を繰り返し見ながらプランを練る。でもこうやってこれは撮ってほしいじゃん。みんな。より良いものを作り上げるため、時間が許す限りやる、やりきる。安室奈美恵にとってはそれが当たり前。25年ものキャリアがあればもっと楽をすることもできるはず。しかしこのやり方で走り続けてきた。あまた成功を積み上げてきた。なんか足が痛いなと思って入って、あ、入ってます。なんかグラグラなの。つま先の方ですよね。全部全体的に。そう、赤が一番。でも同じなんだもんね。そんな衣装を含めさまざまな確認作業の中で最も大切なことがサウンドチェック。耳にはめるモニターをテストする。ステージ上は大音量のため自分の歌声が聞こえない。そこでモニターをつけるのだが、調整が甘いと音程が取れなくなってしまう。アーティストにとっては命綱も同然。おざなりにはできない。数値化できない感覚の作業、なかなかピントが合わない。本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ問題チェックです。本番当日もダンサーたちが休憩に入る中、一人モニターチェック。自分の声が、はい、伸びました。納得いくまで何度でも。今回は節目のステージということで、久々に歌う曲も多めにラインナップ。だからこそ一曲一曲入念に調整しなければならなかった。